今朝、別府市で高齢の男性が車に跳ねられ、意識不明の渋滞です。男性は跳ねられる直前、ほぼ同じ場所で女性を跳ねる別の事故を起こしていました。事故の瞬間を捉えた防犯カメラの映像です。画面の右端に道路を歩く男性の姿が映っています。次の瞬間。 ヘッドライトをつけた車が男性をはねました。助手席に乗っていた人が男性に駆け寄る様子も確認できます。警察と消防によりますと、今朝7時前、別府市潮見町の交差点で70代の男性が右折してきた軽乗用車にはねられました。男性は市内の病院に運ばれましたが、 意識不明の重体です事故はこの一件だけではありませんでした男性は跳ねられる直前車に乗っていてこの辺りで女性を跳ねる事故を起こしていました午前六時半過ぎ歩いていた三十代の女性がこの男性が運転していた軽乗用車に跳ねられました女性は頭などに怪我をしましたが 意識はあるとということです警察は、この男性が女性をはねた後外に出ていて別の車にはねられたと見ています。